大切なことはですね、日本は絶対に諦めないという意思をですね、明確に示していくことが大変重要なんだろうと思います。4000人からの職員がおりますから全員分用意すると。僕は福岡県ですけれど、福岡県はもう私がおりますので、大切なことはですね、日本は絶対に諦めないという意思をですね、明確に示していくことが大変重要なんだろうと思います。特に残念ながら事件から長い時間が経過をしてしまいました。その中でこの問題が風化をしていく、日本人がだんだん興味を失っていくことをですね、彼らは待っているわけでありまして、その中において日本が態度を変えてくるかもしれない。国際社会がですね、別この問題を横に置いておいた、横に置く形でですね、国際社会とディールできるかもしれないと、こういう希望を持たせないことだろうと思います。まさに戦後のある意味に象徴である拉致問題を我々政治家一人一人が決意を持って取り組んでいきたい、取り組んでいく、私も総理の職は辞したわけでございますが、これからもですね、一国会議員ではありますが全力を尽くしていきたいと。拉致問題は岸田内閣において最重要課題であります。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中、一刻の猶予もありません。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。